高知市のワンパーク高知に新たに仲間入りしたのはツキノワグマのメスの子供です。推定1歳で体重およそ20キロ。山口県の山の中で誤ってイノシシの罠にかかっていたということで、7月26日に園に来ました。食いしん坊でやんちゃな性格だそうで、最初は緊張した様子でしたが、しばらくすると檻の中を元気に動き回り、愛らしい表情を見せていました。初めここ見えんかったけど、こうやったらここにね、こう次のこんな何部位が見えたよね。うん、やっぱり子供の時からマークついとる思ったの。よかったです、うん、大勢の前であんまり公開することがなかったんで、ちょっと心配なところもあったんですけど、まあいつも通り普通に出てきてくれたんでよかったと思います。木とかすぐ破壊してしまうんで、結構まあわんぱくなやんちゃな性格してると思います。ワンパーク高知ではツキノワグマの子供の名前について3つの候補から一般投票を行っていて、来月21日に発表される予定です。